うん、呼ばれた。<laughs> どこに入れてんの。お、びちゃびちゃじゃない。<ー>よろしく頼むぞ。三。二。一。さあ、来ました。え。いや、これちょっとどういうこと。なごみ。 いや、落ちてるよね。<laughs> 今落としてたの誰かなランコ。え、わかんない。ちょっとよく見えなかったけど。まあ、とにかくまた何かが起きてるね。まあ、毎回このオープニング入る前のさ、この引き込まれるなんていうんだろうね冒頭の映像アバンっていうのかな。まあ、そこら辺が面白いよね。あーで、今いたね。ああ、いるいる。前までこう消えてたね。ゾウヤが。 仲間に入ったから。で、このランコに、ま多分、どうやら憧れて、ま尊敬して、このトントコトンにゾウヤは入店したんじゃないかなって思うんだけどね。これによってまた戦力が、まこのお店強化されるって形になったんじゃないかな。いやで、今のがどういうことなのかだね。どうせまた、あの店長がね、 まあ、とんでもないことしてくれて、おひねりちゃん関係で、ああいうことになってんじゃないかと思うけどね。まあ、当面の間、そういう流れなんじゃないかな。で、そのおひねりちゃん問題が解決したときに、よいよあれじゃないそのランコまあ、この子が1話冒頭の、あの過去の話みたいなキャラだとすればだよ。なんか復讐的なものが始まるんじゃないかなと思うけどね。 ま、それが一体どういう内容なのかで、やっと話が見えてくるって感じだろうね。さあ、来ましたね。え毛玉のランドうん。おー、店長いるじゃん。なんかご機嫌っぽいけど。うん。あー、ランコさん。あー、知ってるんだね。この人たち。うん。 確かにやり合ってるけど。あ <laughs> 聞いてる店長。おだ、ああオープニングにいた人だ。これ。ああ、この人がトップなのかなここにいる人たちの。うん。<laughs> 言えてねえ。あいるわ。ああ、右腕的な感じなのね。あの人。うん。うん、呼ばれた。<laughs> ここに入れてんのびっちゃびちゃじゃないああ,ああ、戦える。あ、表彰されてるわけだね。うん。で、お金を産むのはここが得意と。うん。うん。えなんで売ったのああ、そういうことしてたんだ。え、こっちもえ あ、の <laughs> 人が <laughs> やったことにしてってことなのか <laughs> マはは、店長。大丈夫かうん。あ、一応セーフか。あ、超教師これであれさっきのあの冒頭の。うん。信念。<laughs> そうや。<laughs> 当たってるかも。ああ、明度。 うん。いや、なごみちゃんにとってはあれじゃない願ったり叶ったりなんじゃないのいや、けどそうか。それでもしそうなるんだとしたらやばいやつだろうね。あんな上から落とされるんだとしたら。ああ、めちゃくちゃスパルタああ。ってことは相当すごいメイドなんだろうね。うん。<laughs> 面白い。 <laughs> 前日。うん。あ、もう来ちゃったのああこれだよね。この赤い服だった気がするわ。なごみ投げてたの。もう前日に来たんだ。うん、なんだうん、佐野さん。<laughs> いや、いきなり不合格。いや、確かにお店はちょっとボロボロだよね。 うん。夢 <laughs> ち、うん。ああ、そこは言ってくるんだ、そういうふうに。あけど、それは豚の調教師だからか。うん。うん。おっきいだものは、切ものとかけてんのね <laughs>、うん。ええー。佐野さんめっちゃビビってますよ このお店あれなんだ目つけられてんだね上の人から。うん。テスト。あ売り上げ。<laughs> いや、店長、お前のせいなんじゃないのすべては。ああやばああパンダも、いや、俺みたいになってるけど。嘘でしょ もう絶対お客呼べるはずなんだけどな、こんなパンダいたら。<laughs> すごいごますり。ああ、絶縁。あそっちの方がやばいわけね。<laughs> いや、パンダちゃんどうなってんの聞けるミじゃねえの <laughs> うん。うん。いや大変そうだ、これ。 いやーなんかもうすでに反発を招きそうだけど、空気的に。おランコ。うん。<laughs> 何言ってんだよ。<laughs> キッズ、朝から。<laughs> いやーけどちょっとランコに起こされたいな。ランコいいよね。うん。<laughs> うわ、こんなのやらされんの。<laughs> めっちゃ体育系よ。あー。 踊りの練習うん。まあ、これはあれかもね。<laughs> いや、必要なあれかも。あ <laughs>、で、こっちはねケチャップの。おうえ、え、もうせめて食べようよ。捨てなくても。う <laughs> ちょっと言ってることは可愛い。うん。お店始まったね。うん。 ねご機嫌。え何ああ <laughs> 意外と言って、えそういうこといや、意外と体のこと考えてんだと思ったのに。えー、金金金いや、もうなんかめちゃくちゃだな、理論。うん。反省会。うん。うん。あ えギャルメイクはダメってこといや、属性は <laughs>、何それ今の音何おお、いや、大変だ。共同作業 <laughs> まだあれなの。もう火またいちゃったぜ。何ん何それ 獣、バーサーカー的な感じなのかあ、獣ランドって、あー、毛玉ランドだっけなんか、あえて書くのかへへ、<laughs> 2時。これで5時に起きんのおん。うーん。まあね、仕事先のためにってのは重要かもしれんけどね。これはいくらなんでもブラックだろ。<laughs> いや、そしてこの二人。 いやあ、あーささ。え、なんで食べないのえ <laughs> 人間だも,のもうの意味わかんない。やっぱなんか人間ってことうん。あ早速うーん。 いや、けど、こんなこと言ってたらやばいんじゃない上から。うん、シーポン。うん。ああ、出たああゾやうーん。縦になって。えらいね。なんか、真っ先に自分がさ、先頭に出るなんて。え佐野さん いや、悪い人じゃなかったのか。いや、けど、なごみはあれだよね。まだあれやってなくない最初にやってたやつ。あやばあ、<laughs> ここじゃね <laughs> これ。いや、騙されたかないい人そうに見えたけど。うん。うん。見る。いや、これで落とされちゃうんじゃないの うん。うん。あ、<laughs> やっぱここじゃん <laughs> いやこれ下大丈夫なのさあ、来ましたよ。<laughs> いや、ちょっとなごみちゃんもまずくないかランコとかならね、なんとかできそうな気もするけど、おうそのさん、ん <laughs> や、て取ってくれなかったら死んでたわ。 <laughs> おえこの状況でなんか信頼関係みたいな、あれを、いや、もうちょっとやりすぎだって、言いたいことは分かったけどすぐ。<laughs> こんな時まで <laughs>。いやいや、えー、あそこから持ってくるってやばない腕力。防衛とか言ってたけど。ああ 佐野さん、うん、<laughs> 素直でよろしい <laughs>。おお。いや、佐野さんいや、これ騙されちゃうんじゃないのこのなごみ。なんか、このやり方はどうなのかね。なんか、ちょっと洗脳教っぽくない洗脳教育。 いやー、もう、みんなこれであれなのかな同じことされてんのかこの感じ。<laughs> やっぱり <laughs> あ。いや、けど、ランコはあれなんじゃないゾウヤとかさ、投げられる前に何とかできんうん。いやー、突き刺さっちゃったね。うん。<laughs> ゾウヤまで。 うん。ああ、そっちの流れが対戦になっちゃったのか。あランコは生還。<laughs> いや、もう、店長。いやいや、ラッキーじゃなくて。<う>ああ、で、なんか気合いの入り方が違うね。うん。いや、 けな、なんか、シーポンはあれだね。なんか、姿勢が。<laughs> ああ十10万円。いや、気合がやばい。うん。いや、蹴られてるけど。<laughs> いいのかなこの流れ。ちょっと違うんじゃないかって俺思うんだけど。 うん。ははははは。ええええもう、自分からケツ出してるし。い <laughs> やっぱ、ぽいんじゃなくて。いや、けど、その棒ちょっと欲しいな、音が出る。いや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 。えなにああやばい。うん。 いや、まずいね。うん。いや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 。夢ちとなごみとゾウヤはまずいぞ。いや、これもやっぱランコがなんかするかあーああ、もう逃げようってあれか。いやキ、絶対逃げれないよね、これ。誰か来る いやー、は来た。<laughs> えああ、みんなで。いやー、ああ、扉開かねえわ。いやー、ちょっとしたホラー映画じゃない。うーこれはやっぱまずい流れだね。<laughs> いや、手錠とか縄とか怖い <laughs> いや、なごみかこれ。 なごみ出てこないし。あ,あ、ランコさんあいや、ランコさんもあれじゃない逃がしてくれるんじゃない違ううー開けてくれようとしてるよ。うん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 。う だからやっぱこのね、店があれなんだろうね。一番最初のとこなんだろうね。名前は変わっても。うん。いや、楽しかったんじゃないのここでの働きっていうのが。うん。いや、これどうするシーポン。 まあ確かにね。え <laughs> お前らそこにいたの <laughs> ねえ、思わぬ再会じゃん。えあ、やめるのあんなのにはなりたくない的なうん。あ <laughs> あれを見てね。反面教師だ。あ、もうちょっとだ。誰あメイク変えたってこと 全然違うじゃん。喋り方まで。ええー。いや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 、ちょっと属性が。いや、お客さん的にどうなんだろうね。今まで応援してた。いや、これで良かったのかななんか、いい流れっぽくさ、やってるけど。んで、達成したのね。 <笑><笑>ええー、<laughs> 染まっている <laughs>。もう。いや、これでだから調教完了ってことか、最終日。うん。うん。頭はキャベツうん。だが、 佐野 <laughs> サノさん <laughs> <ー>。うん。いや、そうやもん、みんな。え、何個まで。うん<ー>。<laughs> いや、有名 <laughs> お、表情。いや、これ置いてくのこんなの。うん<ー>。<laughs> ええー、けど、このまんまなのかなってことは。 ソシーポンはうん。えへへへへ。え、いや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 。ちょ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 。ブランダースの犬だっけいや、お迎え来ちゃうのいやーけどそろそろ店長戻ってきてくれないうん。ああ、別にあれだな。投資するわけじゃないね。 え、イライラああ。いやうん。いやけどこれで生まれ変わったの見てどうなんだろうね、店長。えー、そんなやり方いやーちょっと。ゆめち。もうどうしたんそれ。いや、やっぱダメだよ、これじゃあ。お えバズーかいや、シティハンター的なうん。うん。いや、もう店長の色に染めてやれ。<laughs> 何する気破壊かうん。<laughs> やば。うん。あけどやっぱシーポンは、うん。ああ、ランコも。いや、だよね。まあ、そうこなくっちゃ。 いや、これで終わってっちゃうと思ったらね、ちょっと不安だったんだよね。やっぱリセットしてもらわないと。あああれを壊すのか、このバズーカで。おやっちゃえ、やっちゃえ。いや、もう夢地が一番やばくなってるな。うん、何のためにいや、もうおかしなことになってるわ。 <laughs> おおおかちもちいいぞうーんいやー守れ守れそれを <laughs> かっこいい <laughs> いやーだから今回はこのシーポン活躍かみたいな感じなのか <laughs> いや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 もうなごみちゃんあなたも <laughs> いいね、シュール <laughs> 面白いな、これ。何も考えず見れるな、あるい。ああ。でああ、もうあれか。自分がやってきたことを確かめに来たのかないや、元通りだよね、きっと。<laughs> おかちまちもいるし <laughs>。うん。ああ、戻ったああ、ゆめちも顔戻ったね。 <laughs> 完全リセッツ <laughs>、うん。うーん。いやーよかったうーん。うん。いやーいいぞ、いいぞ。うわっうわー。おほほほほ,ほ。<laughs> すっきり。あー うん。ああ <laughs> もうみんな、もう手のひら返したように。うん。あ、この人どうなっちゃうかなうん。いや、さんさんやばいね。うん。うん。絶縁ってもうあれなのかな別に殺されるわけではないんでしょうけど。<laughs> けど終わりだな、ね。 追い返してやったぜ。なあ、ここもなんか絆が生まれたね。んおーすごいうまくないうん。いや、てか大将。食べに来てたんだ。腕を上げたなって。うん。いい笑顔。 うん、いや、それでいいんだって。うん。いや、そこ、そこが大事さ。<おー> <laughs> なんだこれもうまた話全然進んでないじゃん、結局。あれあ、ここも一緒かなえこんなだったっけいや、うん、わかんないわ、もう。 <laughs> いや、もうそして <laughs>、結局、ランコは、あれだったの唯一ね、唯一でもないか、シーポンと一緒に、やっぱ洗脳されてなかったね。流れ見守ってたんだろうな。いや、店長とか戻ってきてくれてよかった。やっぱあれだろうな、強制的に直されたものっていうのはね、そんな簡単に心に刻まれないってことだな。やっぱあの店長という強力な毒が戻ってくることによって、あっという間に堕落してっちゃうんだろうね。 だらくて言っていいのかわかんないけど。<laughs> まあこの子たちにとってはこっちの方がいいと思うけどな。俺は。特にあんなガリッガリの夢地とか見てたらさ。あと、おかち町は、あれは本当にパンダなのもうよくわかんないんだけど、俺。パンダであってほしいなと思うんだけどさ。なんか人的な扱いもしてたじゃん。店長が。で、これは、 あのー、さっき出てきたっていうか、最初に出てきた、あの、上の人あれをランコが、やっぱ弾を取るみたいな感じなのかな あの人が、その因縁の相手だったりするんじゃないのかね。で、このグループみたいなところから、このトントコトンが解放されて、まあ、店長が、ま、オーナーとして、ここを運営して、そこに何個とかナゴみもいるみたいな感じで、なんか終わりそうな気がしてきたな。と言ってもね、まあ、そんなシリアスにならず、まあ、今までみたいな流れでね、笑いありきでお話進んでいって、まあ、いつもにかね、完結最終回って流れになりそうだけどね。まあ、ほんとそんな深く考えず、楽しんでいけるアニメだなと思うんでね。 まあこれからも楽しく見ていきたいと思います <laughs> えというわけでね <laughs> 今回の歴史に対する皆さんの感想だったり僕の役史に対するコメントをお待ちしております以上、ごめんなさいお送りしましたバイバイ